こんにちは、花クラブの宮川です。今回はセンターピースのご紹介です。センターピースとはテーブルの中心に置くアレンジのことです。真ん中に置くので表裏なしの背の低いタイプになります。今回の学びポイントは大きく3点。1、表裏なしのアレンジの作り方。2、低く横広がりのデザインの作り方。3、濃い色をどこに置いたらいいかです。では早速見ていきましょう。スポンジは2センチ程度出てるぐらいの感じです。面取りをしていきます。ソケイです。まず水平軸を刺します。左右は同じぐらいにしておきます。お好みで長さ変わっても全然大丈夫です。少し下に落ちる感じですね。テーブルの真ん中に置くタイプなので、横は長く、前後は短めに作っていきます。奥行きを刺します。水平軸と奥行きの間に刺して底辺ラインを作ります。スポンジを広く使えるように底辺の花材は器につけて刺します。先端が上がっている場合は少し曲げて緩やかに下がっていくイメージにしておきます。これでだいたい底辺面ができました。器につけてぐるりと配置しました。バラです。前後前向きに各1本ずつ刺します。左右外向きに各1本ずつ刺します。少しずつずらして斜めに配置しました。前後左右ですね。中心あたりにポイントを刺します。ポイント周りに斜めに配置します。水平ラインを広げます。中心は高め、先端行くほど低く刺します。ここまででこんな感じです。八重咲きのトルコキキョウです。ちょっとだけ前の方を入れ替えます。トルコキキョウは華やかな花材なので端に置かないようよく見える位置に配置します。こんな感じ。で反対側はこんな感じにしてみました。間にソケイを入れていきます。スポンジを隠すとともに空間を埋めます。ポンジもだいたい6、7割程度隠せた感じです。スプレーバラです。極力花の中心を並べないようにずらして刺します。高低差をつけながらアウトラインをつなぎます。レンファレです。今回の花材で一番濃い色のため目立つ花になります。難しい先端から刺していきます。自然に下がるイメージです。先端が入ったら中心に近いセンター部に刺します。濃い紫をセンター部から先端に滑らかにつなぎます。そのまま刺すと向きが悪い場合は少し綺麗な角度になるように手直しをして刺していきます。滑らかにつなぐことで全体のまとまりが良くなります。コバノズイナです。アウトラインに沿って全体に散らします。動きが見えるように長めの配置です。浜なでしこです。目立つ白はアクセント的に配置します。中心部に近いものは茎はあまり見えない方が綺麗です。これで完成です。中心から両サイドに滑らかにつなげます。で、実際にはターンテーブルがなくなるので、もうちょっと低くなるわけですね。こんな感じでテーブルに結構ついて、椅子に座ってもお向かいの方の顔が見えるぐらいの高さでセットしてあります。こうやって肘をついた時にこのぐらいの高さです。結構低いですね。センターピースのご紹介でした。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。